ロックスターゲーム数。レンダー割れ。カープコーン。キャッハー、楽な仕事だぜ。おら、ゆかり、早くずらかるぜ。ちょっと、あんたたち待ちなさいよ。じゃあ。そんなバカな。ああ、私の金が。武装強盗犯に有罪判決、犯人のまな板、仲間に撃たれる、おう、まぬけ、は、強盗犯ゆかりなんでこんなところに。まあ落ち着け。銃を突きつけられてはビビって話もできやしね。面白いやつだな、気に入った。今日は休め。何事？何か知らないけど、これはチャンスだ。ガキカギ、ついでに財布もいただきます。そこの歯で、さっさと抜けるぞ。橋が壊れてしまったか。これでは向こう側に行けないな。I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. どうも、はじめまして。凶悪犯罪者の柚木ゆかりです。ひょんなことから銀行強盗をしている最中に仲間のクソ女に撃たれてしまって刑務所に護送中なのを知らない方々に助けてもらいました。刑務所暮らしは絶対に嫌なので、この警察署で知り合ったハゲと脱走することにしました。ハゲによると、街に隠れ家があるらしいので、そこに行くことにします。派手に燃えてますね。警察の遺品とか落ちてないですかね。何もないようです。跡形もなく、ぶっ飛んだみたい。早速、ハゲの隠れ家まで移動します。これだけ大きな爆発だと、警察が来るのも時間の問題ですからね。車の運転なら任せておいてください。私運転得意ですから。行くぞ、うおう。超絶ウルトラスーパーレント。いやま、事件だったな。まあ終わったことを悔やんでも仕方がないので、さっさと隠れ家にでも向かいましょう。それにしても、さっきから、後ろのハゲがめっちゃ睨んでくるんだけど。なんだろう、運転テクニックが足りなかったのかな。うおーおーおー、ダイナミックニューティン。ああ、車壊しちゃった。けど、これ私の車じゃないからいいか。うん、そうだね。さっさと、この囚人服を着替えたかったところだよ。これ着てると周りの視線とかすごいんだよね。
あ、ちょっと待って。Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's go over there. ここの町は犯罪者が多いから武器でも持ってないと不安ですからね。とりあえずはエクスカリバットで十分でしょう。さて、今からコネラシ・イントリの弟に会いに行きますか。キノコの差し入れとか持っていかなくて大丈夫かな。Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Hi. こいつがルイージ。なんか想像と違う。Eight Ball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here.Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. 言われなくても、手は出さないよ。手はな。ああ、この車煙吹いてるんだった。どうしようか。お、いい車。Watch it! すいません。その車ちょっと借りますね。大丈夫、ちゃんと返しますから。ちょっとあなたたち、歩道の信号赤じゃないですか。引き殺しますよ。まったく、警察もいるんだったらちゃんと仕事してくださいよね。ああ、またぶつけちゃったよ、この車だめたのよ。はい、お待たせ。Hi, I'm Misty. 私ユカリー、よろしくね。さて、このままルイージのところに連れて行くのもあれなので、少しこの人とドライブでもしますか。それにしても、あれですね、護送中に襲撃にあって、運よく逃げられたのはいいけども、橋が壊れてしまうとは。あの橋さえ壊れてなければ、今頃はこの町からおさらばできてたんですけどね。というか、そもそも、強盗してる時に裏切って、私を撃ってきた、あのクソ女がいけないんだよね。いつか見つけ出して、絶対復讐してやるからな。ゆかりさんは怒ると怖いんですよ。さっきから、後ろが静かですね。もしかしてミスティさん寝ちゃったのかな。まずい気持ち悪くなってきた。おろろろろろろろ。ちょっと、人の車で何やってんだ。ああ。後ろの座席が、第3次に、この車はもう使えないな。さっさと、この女を、ルイージのところに連れて行くか。早くお金も欲しいし。ほら、着いたよ。店に入る前に、ちょっと、顔の確認でもするか。マフィアの女だから美人に違いない。へえへえ、女だ、悪かねえぜ。これはないわ。なんでルイージこんなブサイクを彼女にしてるんだよ。もうちょっと他にいい女ぐらいいるだろ。これでお仕事終了。他にまた仕事もらえないかな。あ、警察。死にさらせやー。うはははははは、この凶悪犯罪者ゆかりちゃんに勝てると思ったか。バカめ。
この調子で町の警察すべて殲滅してくれるわ。いたたたた、こっちはバットだけなのに銃とか使うだぞ。このパトカーには戦列に狙っておこう。気分もすっきりしたのでルイージに仕事をもらいます。ごめん、警察連れてきちゃった。ルイージ said to give you this, so here take it. There's a new high on the streetGoes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult! 要は、ぶっ殺して車を奪ってこればいいわけね。OK, OK. バットはもう持ってるから、拾わなくてもいいよね。なんか、今日は、やけに警察が多いな。どうしたんだろうね。近くで、凶悪犯罪者でも暴れてるのかな。ざまあ、引っかかってやんの。この近くっぽいね。どう見ても、バットが原因で死んだの。さて、この車は、さっさと向こう闇に行っていかないと。ああ、ちょっと警察じゃない。どんなにドロドロにしても、これ私の車じゃないから、別にいいんだよ。ルイージのものになるっぽいし。私は犯罪者だからいいんです。犠牲になったので、私の仕事の最中に、その犠牲には、見切った。塗装も終わったことだし、これをルイージが指定したガレージに持っていく。案外警察が多くて大変だったよ。ちょっと、そっち赤信号じゃないですか。警察が信号を無視していいと思ってるんです。しかも、事故の責任を私の責任にしてるし、なんて腐った警察なんだ。車のボンネット壊れたけど、まあ問題はないでしょう。ルイージに文句言われたら、警察が当たり屋をしてきたといえば分かってくれるでしょう。4000ドルいただきました。このお金で少しの間は生活できそうです。これからもゆかりちゃんの冒険は続きます。ご視聴ありがとうございました。